お子様がいらっしゃってもですね、キャリアコンサルタントのお部屋にお子様を連れてきていただいてもいいですし、キッズスペースということでそこに預けてですね、キャリアコンサルタントを受けることが可能になっています。ですぐ横ですので、お子様の声が聞こえたらですね、すぐ行くこともできますので、安心して預けてキャリアコンサルタントを受ける施設になっています。保育園がまだ決まっていない方もいらっしゃれば、逆に先に保育園が決まって仕事が決まってないという方もいらっしゃるんですけれども、まずご自身がフルで働くことができるのかっていうことに自信が持てない方も多いです。子育てをしながら、家庭を両立しながら。でそんな時には数年後どういうふうになってたいかっていうお話もさせていただきながら、じゃあ今現在何を大事にしてお仕事をしたいのかっていうところから、例えば子育てを大事にしたい、家庭との両立をしたいっていうことであれば、最初から正社員や契約社員に行かなくてもですね、ちょっと時間の短めな、パートもありますので、そういったことをつくことによって、皆さんやはりご自身に自信がないという方が多いですので、そこで働くっていう感覚値を持っていくことで、そこの実績が職務経歴書に記載できますので、その時にはまた来ていただいて対応させていただくということで、この施設のいいところはお仕事をしてても使用することができます。お仕事始めたけれども不安だっていうことで相談に来られる方もいらっしゃいますので、ご主人にお子さんを預けてっていう方なんかも土曜日に利用される方が多いです。